新たな特別試験の舞台、林間学校。学校全体を巻き込んでの新たな戦いが進行していく。どの場面、どのシーンを切り取っても私の姿は完璧で優美、そして優雅だ。ちょっと高円寺君、ちゃんと次回予告を聞いているかしら。聞いているとも。やはりこの作品の真の主人公は私なのだろう。全然聞いていないじゃない。君はまだ分かっていないようだね。この物語の主役は私なのだよ。次回、人にとって他の人間は獰猛な狼のようなものだ。眠れる獅子、高円寺六助の大活躍に期待したまえ。紛れもなく次回予告の人選ミスね。